はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1981年に行われたトニーアトラス対モンゴリアンストンパーの試合を振り返ってみたいと思います。アメリカマット界で人気実力急上昇中のトニーアトラスがモンゴリアンストンパーに挑みます。踏みつぶし野郎ストンパーはアトラスを完全に若造扱いし、徹底的にラフファイトを仕掛けます。アトラスも抵抗を試みるも、ストンパーの勢いを止めることはできず、ストンパーの暴走ファイトに防戦一方です。結局試合はストンパーの反則負け。ロッキー・ジョンソンやスティーブ・カーン、さらにはアンドレ・ザ・ジャイアントが救出に駆けつけます。アンドレは翌週、ストンパーの持つ NWA ナショナルヘビー級に挑戦が決まっているだけに、その前哨戦となりました。大勢のレスラーが救援に駆けつけたのはいいものの、アトラスの立場が完全になくなってしまいました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。